です。今日はこんにちは、くまみきです。激しかった、ここすごい、ピロピロ来た。なんかリンリンこんな激しかったっけ。今日は私の家にいるの。なんかこの前は遊びに行ったんだけど、今回はくまちゃん家に来た。イエーイ。最近上海に行ってきて、うん、ちょっとね、いろんな面白いお土産を買ってきたから味見しようかなと思ってて。すごいね、ここにもうあるんだけどね、見たことないやつがいっぱいあるの。全然開けてないから、うん、どんな味するのかすごいワクワクしてるから、うん、早速始めましょう。はい、最初1個目はこちらです。じゃじゃん、ウーロン茶だけど冷凍って書いてるんです。中国に遊びに行くときに、うん、なんか喋るの？喋る。飲まないでお茶全部甘いの、うん、へえ。なんか甘くはないを頼まないと来ないみたいで、うん、タイに行った時もそんな感じだった。そうなんだ。グリーンティーなのに、うん、甘くてみんなだからウーロン茶が甘いのは、うん、とどの味するのかワクワクしてます。ドバ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 、ちょっと甘い紅茶みたいな。乾杯。あ、ゴゴティーに似てる。あ、そう、うん、でもそこまでは甘くはないかも、うん、思ったより全然飲みやすいね、うん、なんか少しだけ甘いの、うん、ウーロン茶感はでもなんか抑えた感じする、うん、ね、これなんか苦味がない。いける、これおいしい、うん、味見するときにレーティングをつけようかなと思ってて、うん、1はおすすめできない。あ、で5は超おすすめ、もうみんな飲んだ方がいいとか食べた方がいいよって、うん、せーの4 5。おお、すごい、おすすめ、おすすめ。4と迷ったけど、うん、私は結構好きな味だった。苦い方が好き。ああ、そうね、そう、結構飲みやすかったから、うん、まあ4ぐらいはいいかなと、うん、次に行きましょう。ダーン、やーい、なに、レイズ、レイズだけど、え、これキュウリ？キュウリ苦手だって。キュウリ苦手。え、でもやってみたい。本当に？キュウリ苦手な私でも食べれるか気になる。なんでキュウリ？ねえ、キュウリはちょっと想像できなかった。あ、うお。ポテトサラダでさ、キュウリ入ってるやつあるじゃん。あ、そうそうそう、あれのキュウリを取っても私食べれない。もうポテトがキュウリになってんだもん。え、これ食べれないんじゃない？でもやってみる。本当に？うん、無理しないで。いただきます。おいしい。謎、謎、無理無理無理。キュウリだよこれ。ね、すごい、なんでキュウリの味はできるの？鼻、鼻、うんってさ、うん、鼻、鼻からキュウリ、やばいやばい。海苔塩のチップスみたいんだけど、うん、あー、わかる。でもちょっと空気ふーってしたらもう超キュウリの匂いがある。ありがとう、うん、次の味で私はキュウリを消さないと。うん、じゃあ早速はい、3、2、1、ガーン。3、1、もう嫌い、食べれません。嫌いなキュウリだった。謎、ぬー、あ、もうちょっといけるかも、ごめんなさい、それを消して4にする。4だよ、なかなか見つからない味だと思うから面白いです。いや、好きな人は好きだと思います。うん、うん、早速次に行こう。はい、こちらです。じゃじゃん、なんだろう、読めない、トマト、トマトみたいな、うん、こういうみずみずしいなものの味があるってすごい面白い、うん、とんがりコーンみたいな、ね、でも匂いが不思議無臭ね。いただきます、いただきます。うん、うん、ちょっとこれ私止まんないかも。うん、でもトマト感はそんなに感じないか、少し、うん、シリアルの味はする。コーンフレークスの、本当？しない？だ
私なんか見た目ですごくとんがりコーンが出てきちゃう日本の、うん、コーンでトマトのレバー、うんうんうん、甘みがあるから美味しい、うん、せーの、ああ初めて言える、これは美味しい、うん、止まんない、うん、強くないからいっぱい食べれそう、うんうんうん、美味しい、止まんない食べちゃうこれ。続いてはこちらです、じゃじゃん、ペッパー味とピーナッツ味、これなんだろう、何これ、上海のクッキー、うん、あ、ペッパーじゃなかった、ごめんね、私漢字読めなかった、これセサミだった、あ、セサミだ、美味しそう、セサミってなんだっけ、ごま、ごま、これ甘いかもね、ね、いただきます、いただきます、うん、なんかこうってまた香りですごいセサミの香りね、甘くないね、そんなに、うんうん、お茶にはぴったり、うん、多分ここで甘いお茶が来たら結構いい感じ、うん、ギューっていっぱい入ってるから口が乾いてくる、うん、喉乾くね、これ、うん、でもお茶にはぴったり、うん、じゃあピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツ、いえ、いただきます、ん、ピーナッツどこ、うん、どこかな、鼻で確認いないね、いない、なんでいないの、こいちゃった、しょっぱいよね、なんか少ししょっぱい、うん、ピーナッツもう3回くらい確認した、3、2、1、5、4、5にしようと思ったんだけど、うん、ピーナッツにピーナッツを見つけられなかったから4、でも味はすごい大好き、うん、やっぱりこれごまの方は、うん、ごま、そう、ごまが5でいいで、うん、こっちが4、これはうん、なんかちょっと味がわからなかったピーナッツ入ってるのかなくらいで、うん、でもこれおすすめです、うん、お茶にはすごいぴったりだなと思う、ね、ぴったり、うん、これと一緒に中国だっけ、中国のお茶、うん、持って帰ってきてくれたらもう100点、ね、うん、完璧、完璧なお土産です、イエス、これ面白い ね、これなんだろう、読める、うん、読めないよなんで聞いたのなんか私漢字苦手だからちょっとね、もうちょっと漢字使えそうな人だったら、いや、みんな読めるこれ、この下のやつわかんないよ英語入ってないからな、うん、続いてはこちらです、はい、なんかおまんじゅうみたいだね、うん、日本の柔らかい、なんか温泉地にありそうな、ね、結構ケーキの部分が多い、うん、いただきます、いただきます、ん、甘い、うん、あ、デートなんか夏目、最近ちょっと流行ってるやつ、え、流行ってきたの、え、違うかな、なんか前テレビでなんかスーパーフードみたいな夏目の味、そうなんだ、一気におしゃれな感じに、美味しいよね、ね、なんか柔らかくて、うん、そしてちょっと甘い、美味しいです、もちもちする、うん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 、おー、うん、いいね、うん、なんかこのお土産感がすごい感じた、うん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 、この読めない感じとわからないデート、うん、夏目のものが入ってるってところが、うん、なんかもらってすごい嬉しいなって思った、ね、うん、でも超美味しいの、うん、これ普通は食べれる、これなんか朝ごはん、ね、そうそうそういいよね、続いてはこちらです、いっぱいです、これピーナッツ、ピーナッツ、これきなこ、おー、いいね、きなこ、これはセサミ、なんだっけ、セサミ、ごま、これはバラ、バラとあんこ、え、バラってバラ、バラ、ローズ、ロース、気になる、このラッピングもなんか不思議だね、うん、なんか配り土産にとても良さそうな、ね、
何？あ、日本に分けて。なんか日本にもこういうのあるよね。水飴で固めたようなさ。え、柔らかい。コロコロって。うわ、何これ。これめっちゃ柔らかいの。見える。ピンとが。あ、色が違う。うわあ、うわ、見て、バラが入ってる。バラがチラチラチラって入ってまーす。ね、いいね。すごーい。柔らかいの、これ見て。はい、いきまーす。うわー、ビヨーン。なんかチューニーだね。出ましょう。これピーナッツ。今度こそピーナッツいるか。うん、もうめっちゃこぼしちゃった。うん、私も。うん、すごい溶けてる。うん、うん、もち、え、めっちゃ歯にくっついたと思ったら溶けた。そう、なんか最初は結構ネバネバするけど、うん、多分に1回2回噛んじゃったらひょーって溶けちゃう。うん、これ日本にない。ない。おいしい。これ好き。この食感好き。溶けてる。おー、欲しい。絶対やばい、絶対やばい。超伸びた。バラー、バラーです。じゃあいただきます。いただきます。面白い。ゴマの味ね。バラ、バラはそもそもよくわかんないよね。バラもあるって乗せてるだけかもしれない。うん、おいしい。うん、キャンディーみたい。うん、けどキャンディーじゃない。なにこれ、不思議。好きなの、うん、そしてそんなに甘くない。うん、おいしい。いっぱい食べれそう。3、2、1、ダーン。だよね。これ面白い、うん、珍しい。いい、お土産にぴったりだし、うん、なんかなんだろうね、本当に何かわかんない。そう、ずっと食べて、ずっとなんか面白いってずっと食べて終わっちゃうみたいに、うん、なんかちょっと魔法が入ってる。不思議。魔法だ、魔法だ。お菓子、うん、不思議。これ、あのお土産としては超いいと思う、うん、そう、おすすめです。ラスト。こんなにこれ。ラスト。これ、うん、結構終わろうとしたら、これ。何？これ開けてみる？え、なになになに？キャンディ。キャンディ？キャンディ。そうだよ。カニ。はい。え、なになに？可愛いんだけど。これ懐かしいキャンディなの。懐かしいんだ。うん。私は子供の頃食べた。これのウサギちゃんキャンディ。紙に包まれてる。あ、そうそう。これ、そう、この特徴は、これの米、お米で作られた紙にもう一個巻いてあるの。食べてもいいの？これ食べれる。へぇ。で、私いつも、これ取って食べちゃう。あー、味はしないけど、うん、でも面白いの。紙食べてる感じ。いただきます。はい。なんていうの？懐かしい？懐かしいけど、でもこんなにネバネバしてるのかな。これ銀歯とか取れちゃうね。強い。うん。ちょっと歯に噛まない方がいいかも。うん、噛んじゃった。今ちょっと噛みかけてやめた。あ、やばいやばいと思って。牛乳の味は強い。懐かしい、こういうの。え、食べたことある？なんかミンキー？ミルキーに似てる。うん、あと、うん、味は覚えてないけど、七五三の時に食べる、うん、なんか長い飴があって、なんかそれに似てる気がするけど覚えてないからだと思う。やっぱり子供頃は結構食べる、うん、キャンディーだね。これとミルキーと比べたらこっちの方が硬いかな。うん、味はミルキーの方が甘いかな。うん、こんな味だったんだ。すごい濃い牛乳。うん、しかも甘い練乳じゃなくてもう超牛乳って感じ。わ、うんうん、かるわかる。3、2、1、ゴー。これも珍
しい。うん、珍しい。あと、このパッケージがすごいね、面白いな。面白い。このうさぎちゃんは、やっぱりさっき怖いって言ったけど、私、子供の頃ずっと見てたから、あまり怖い感じはしないの。なんか、こっちのさ、こっちのうさぎは可愛いんだよ。ね。でもこっち怖いの。これなぜか、妖怪みたいな。子供はみんな確かに食べたことあるとは思うから、すごくいいお土産になると思うんです。パッケージの良さと、あと味？うん。味が私も懐かしかった。あ、そうだ。日本にも似たようなキャンディーもあったりね。うん、なんかすごく食べやすいと思う。うん。海外のものちょっと食べるの、なんかドキドキしちゃうなって人でも、食べやすいと思う。ね、うん。これは、おすすめです。おすすめ。イェイ。それでは、この食べたものの中に、一番おすすめ、もうナンバーワンで、おすすめするものを出したいなと思ってて、はい、準備できた。できた。はい、じゃあそれでは3、2、1、ドーン、イエーイ。これは読めないやつ。私もごめんなさい、読めなかったけど、読めないんだけど、このボリューム感と味と、ね、すごいなんか、あ、なんかお土産もらったな感が強くて、すごい味もすごい美味しくて、これが一番。ナツメが入ってるから、スーパーフード、そう、ちょっと食べてもいいかなって思っちゃう。そう、美容にいいから食べちゃえみたいな気持ちです。ね、これすごい美味しかった。お茶には合いそう。私はやっぱりこれです。これも美味しかった。これね、珍しいの。まず珍しくて、そして美味しくて、これ渡しても多分みんな、もしかして食べたことないなと思って、いいお土産になります。そうだね、一番珍しい感じ。しかも味もいっぱいある。そうだね。これいい。でもこれもいい。これもいい。あとこれもいい。え、あと、あとこれもいい。これのごま、ごまの方。ごま、ごま。ピーナッツじゃない。これもいい。そう、結構いいものばかりだから、すごい美味しかったです。美味しかった。はい。それでは、上海のお土産の味見でした。ありがとうございます。皆さんはいかがでしょうか。なんか今日食べたものの中に一番気になるものがあれば、ぜひコメント欄に教えてください。くまちゃんのチャンネルにもコラボ動画は出してるから、そちらもぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。え、今ピーナッツ味出た。え、何？出たよ。嘘だ。お茶飲んでも出ないよ。お茶だわ。